リアルでロボが兵器採用されるならガンダムのモビルスーツではなくボトムズのアーマードトルーパーだよなに対する反応集をお送りします。そりゃモビルスーツが夢だけど残念ながら現実は仕方ないよな。ダグラムでさえ複雑難解で開発には現実的ではないよな。現実では未来少年コナンのロボノイドがプロトタイプとして初めに作られてボトムズの AT アーマードトルーパーに行き着くと思う。誰がどう考えてもマクロスだけはない。桜大戦の後部でしょ。歩兵の補助と生存率向上のためだしモビルスーツはないわー。立ちコマで。人型であるメリットないもんな。立ちコマが一番、戦闘特化ではない汎用性は他にはない魅力。異能生存体は実装されますか？あれ、ボトムズ乗りである必要性なくね？モビルスーツだろうがバンサーだろうが、乗った機体に関わらず強いってキャラ。夢はガンダム。現実はアーマードトルーパーとロボノイドの間かな。ロボノイドは今でも作れるけど作る意味がないと思われてスルーされてそう。パトレイバーもなかなか。パトレイバーは作中でも全然使えないじゃん。惜しい守る曰くいかに人型ロボットが現実では使えないかを見せたかったらしいし。そりゃガンダムなんてスーパーロボットは無理だろ。案外ターン A ガンダムのボドムとか SF 小説の宇宙戦争に出てくる怪物機械みたいに足がひょろ長くて頭が大きい機体になりそう。その方が悪路を走破しやすそうだし。そもそも飛んでしまえば悪路を走る必要ってないよね。引っ越しややっていると、日本の住宅事情に対して二足歩行の人型機械がなければ重量物搬送や介護の機械化は成り立たないってことがわかると思うよ。逆に言えば、市街地戦やベトナムにあるようなジャングル戦では小型人型兵器が有用なのかもな。パワードスーツ方面からの進化が現実的かな。作業用ならともかく兵器出てはいらないよな。戦場で武器を持ち帰れるメリットなんてないし指一本壊れたら武器持てないし整備性も悪くなるだけだし。山岳地域を押し河川を押し平野部は市街地で遮蔽物、狭隘な道路を押しということで日本国内オンリーならば、小型歩行兵器というのは多少使いどころはあるかもしれん。AT の書かれ方が現実に近いだけで、現実で人型メカが必要とされる状況次第ではモビルスーツ的なのやバルキリー的なのも作られる可能性は排除されないぞ。まあすでにクラタスが作られてるけど。まずは鉄人みたいな遠隔操作型からじゃね？そいや介護用パワードスーツはすでに試験兼ねながら実用されてたな。建設用も大手が試験導入するらしいし。まあ、バランスに難がある二脚歩行型ロボットなんて、戦場じゃ今とだわな。足を開けたピラで走破性と安定性確保して、マニュピレーターは整備が複雑になるから排除して固定並走にして、操縦と照準一緒にすると無理があるから複座にして、あれ？戦車でよくね？人型歩行兵器なんて開発するなら無人兵器開発した方がええよ。人命より高くつく消費財はないねんで、ガンダムよりラフレシアのバグを開発する方がずっと安上がりや。モビルドール開発は嫌だな。無人でコンピューターのバグや間違えた操作でターミネーター生みそうやな。まあ、ボトムズかないとメアやな。アーマードトルーパーは大きさ以外は相当にチート技術で構成されてるからやはりリアルとは程遠いからな。パトレイバーの世界みたいに、まず多量のレイバーが社会に溢れていて、それを凌駕して制するために最初のモビルスーツができたみたいな流れが自然だよね。ガンダムのプチモビはそういう位置づけだと思ってたけど、ガンダムの元々のモデルになったパワードスーツもプチモビと同分類にしていいと思う。社会にプチモビが氾濫してるから、モビルスーツの現地回収のパーツ現地調達が可能になったし、連邦の急速なモビルスーツ展開整備兵の教育、MS パーツ知識普及が可能だったということにした方がいいと思う。モーターヘッド級にもなれば存在意義確立できよう、というかスーパーなロボットの方が一周回ってリアルな状態だな今ってもう。何か本物の軍事研究家と機械工学の教授を呼んであのアニメロボットは実在しうるかみたいな特集を組んでたのを読んだことがあるけど、他のロボット物がボロッボロにコケにされる中ボトムズだけは両者とも現実性があるとか言ってた気がする。AT みたいな生還率低い欠陥量産機なんて超技術革新ないと無理やん。まあ、人型は総じてそうだけど。AT がよく言われるのは小型でパワードスーツの延長線に近い印象が大きいかもな。個人的にはレイバーのような人形ではない作業用ロボットの方が出そうだと思うが。軍用ならパワードスーツは間違いなく開発されるだろうとして、そこから人の乗り込むロボットに発展するかだな。作れるか作れないかよりは、ラジコン操作技術の発展次第かもな。無人の方が良いのは確かだろうし。
ロボじゃないけどアイアンマンが一番の理想じゃね。自分の意思でコントロールできるし、戦闘機並みのスピードと戦車さえ破壊できるし。多分これ以上陸海空兵器はハードの面では細かい変化はあるもののあまり変わらない。変化するのはミサイル弾薬など。夢のない話だが、陸上兵器に多速歩行しかり二速歩行はありえない。なぜならウィークポイントになる関節が一箇所でも作動しなくなったその時点で運用不可能になるからだ。搭乗員保護が絶望的な AT は開発すら認められないだろ。現実は兵士の死傷率を極限まで下げるのがトレンド。つかモビルスーツ基準ならガンタンクのような方向が一番現実的だけどな。なんで爆風の名が上がらないのか？歩行ロボと戦車のいいとこ取りだろ、あれ。AT は武装特化へ引っ返したり環境に合わせて仕様変えたり兵器としての互換性をさらっと匂わせてるところがいい。現実的にどうとか言い始めたら AT も論外なんですが、もっと言えば大型人型にする意味がない。そもそも人型の特徴って人間の動きに近づけられることだけだし人型じゃないとできないことってのはほとんどないよ。第一次大戦前にわずか数十年で戦車や戦闘機が未戦闘に耐えて空陸での主力になる時代の到来を予測した人間がいなかったように、実用的な戦闘ロボットが開発され広く世界中で配備される時代が来ないとは言えないだろう。まあ、立ちコマが現実的かね。どんな足場でも移動できるし、転倒とかもしないし、タイヤついてるから速いし、ついでに糸出してサーカスみたいなこともできるし、実用化されるとしたらパワードスーツ片足放題みたいなのだろうな。パワードスーツ系も含めるならもスピーダーだな。移動時はバイクにできるし、そこそこ飛べるから非常に便利。モスピーダーライディングアーマーはバイクとして足に使えるが、さらに畳んだ収納形態にすれば車両や航空機での大量輸送も可能というのが良い。立ちコマは実用化できるなら便利だろうけど一番作るの難しいだろうな。光学迷彩に高性能自立指向型 AI に足やワイヤーの強度だったりバッテリーも今の技術のものじゃダメだろうな。立ちコマ一族は、車輪が小さすぎるのでちゃんと舗装された道路じゃないと役に立たない。設置面積が小さすぎるんで、柔らかい地面だと最悪。あるとしたら、軍用パワードスーツ、アーマードトルーパー、モビルスーツもどきくらいの系譜でパワーアップかな。結局はロボの大型化は素材の開発次第だからな。軽く丈夫な素材が作られては大きくなりの繰り返し。結局ガンタンクが最強なんだよ。ガンタンクとかヒルドルブとかなら作れそうな気もするがなんで被弾面積上げてまで変形したり上半身つけるのかロマン以外では意味不明。AT はちっこいと言われるけど、想定される任務上本来はもっと小型に作りたかったんだけど、技術的な限界と人を乗せるという制約から全高約4メートルの巨体にならざるを得なかったみたいな裏設定もあるらしいね。宇宙の戦士に出てくるパワードスーツの説明が好きだったなぁ。確かモビルスーツの元ネタだっけ？見た目もガンキャノンっぽいし。決して既存兵器に対して絶対的なアドバンテージを持つ万能兵器ではないが歩兵より火力が高く、歩兵より機動力があり、歩兵より硬く、大きさは歩兵並み。そいつを一人取り逃せば無視できないダメージを大型目に部隊全体の行動が制限されてしまうというスナイパーのような存在。